お疲れ様です。弁護士の五条です。今回は1999年に発生した光氏母子殺害事件について後編をお送りしてまいります。前回の動画では18歳の少年が自身の欲望を満たすために犯してしまった事件の内容、そして高裁が死刑判決を回避したところまでを解説しました。しかしながら最後には最高裁の弁論期日の指定により判決が覆るのかどうなるのかというところでしたね。今回の動画ではいよいよ最高裁判決の詳細な内容、事件の決着に迫ります。またこの事件は様々な角度から物議を醸しており、その事件の裏側まで解説していくので、最後までご覧いただいた上で皆さんの感想を聞きたいと思います。それでは早速本題に入りましょう。弁論期日後、前回動画でもお話ししましたが、最高裁で弁論期日が開かれた事件は高裁判決が覆されるケースが多いと言えます。そして本事件についても例外ではありませんでした。2006年6月20日最高裁は F に無期懲役判決を下した広島高裁の判断を破棄し、事件を広島高裁に差し戻しました。差し戻しとは、事件において十分に審理が尽くされていない点があるため審理をやり直せという判断のことです。最高裁は F に無期懲役判決を下した広島高裁の判断において、 F について死刑を回避すべき事情があるのかについて十分に審理がなされていないと結論付け、差し戻しを命じました。このように最高裁は直接 F に死刑判決を下したわけではありませんが、その判決理由では被告人の在籍は誠に重大であって、特に酌量すべき事情がない限り死刑の選択をするほかないと述べられており、 F を死刑に処すべきであると言わんばかりの内容でした。当時高裁の無期懲役判決を破棄し死刑に肯定的な判断を下した最高裁判決は極めて稀であったため、この最高裁判決は専門家の間でも話題を呼びました。結局差し戻し後の広島高裁判決は死刑を回避すべき事情があるとは言えないとして F に死刑判決を下し、弁護人の上告も実らず F に対する死刑判決が確定します。最高裁の破棄差し戻し判決は専門家、特に刑法学者から強い批判を浴びました。被告人を死刑に処すべきか否かの基準としては、昭和58年に最高裁が定立した永山基準があります。永山基準は犯行の性質、動機、重大性などの項目を総合的に考察し、刑事責任が極めて重大であり死刑もやむを得ないと言える場合に限り死刑判決も許されるとしたものです。このように永山基準は原則として死刑は回避すべきであり、やむを得ない例外的な場合に限って死刑が許されるという判断枠組みとなっていました。しかし光氏母子殺害事件の最高裁判決は、被告人の在籍は誠に重大であって特に酌量すべき事情がない限り死刑の選択をするほかないと述べており、永山基準とは原則と例外が逆転しているようにも見えます。そのためこれを疑問とする専門家の意見もあります。皆さんは今回の判決についてどう考えますか？意見、質問などあればぜひコメント欄に書いてください。補足、皆さんにこの事件について考えていただくための参考として、事件の裏事情について少し補足したいと思います。実は第一審の山口地裁の無期懲役の判決が出た後、 F は知人に出した手紙の中で、犬がある日可愛い犬と出会った、そのままやっちゃった、これは罪なのか、このまま外に出ると2人目の犠牲者が出るかもと書かれていたり、死刑になって来世で A の夫となる可能性がある、 A は C が怒っていることを喜んでいないと思うなど妄言を発していました。このような F の態度からまるで反省の色が見られないと非難を浴びており、検察も控訴審から F が反省をしていないことを繰り返し主張していました。他方で F の弁護団は死刑判決を免れるため、犯行の理由は強姦目的ではなく小説「魔界転生」のように蘇らせるためであったことや、遺体を押し入れに入れた理由をドラえもんに助けてほしかったから、 B ちゃんの首を紐で結んだことはあやすためだといった主張を行っていました。そして精神鑑定から精神年齢は12歳ほどだと鑑定されました。また F のジップがマスコミに対し、責任と言われても俺はどうしたらいいんだ、はっきり言って俺には関係ない、たまたま息子が犯罪を犯しただけとコメントしました。被害者遺族に対しても心ない発言をしており、敵対心からか
加害者の会を作ってやるといったこともあります。そのことから世間の人々に多くの反感を買い、物議を醸し出されることとなりました。 F の態度から裁判官は弁護団の主張を否定し、2012年2月20日についに死刑が確定しました。この時 F が事件当初18歳でしたが、精神年齢は12歳だったことから、少年法は何だったのかという声も上がりました。このように今回の事件は様々な角度から物議を醸していました。この事件を受けて、被害者 A さんの夫で B ちゃんの父親である C さんは、犯罪被害者の権利が何一つ守られていないことを痛感し、犯罪被害者の会を設立し、幹部に就任します。そして犯罪被害者等基本法の設立に尽力を注ぎ、犯罪被害者の権利確立のため講演会などで活動を続けています。またこの事件の裁判当初で判決が死刑にならなかったことから、被告が社会復帰をした場合、私がこの手で F を殺すなどと発言し、死刑が確定した際は死刑が決まり、遺族としては満足しています。ただ決して嬉しいなどの喜びは一切なく、厳粛な気持ちで受け止めなければならないと思っています。事件から死刑まで悩んだ13年間でした。未成年が犯した罪をもう一度社会に出てやり直すチャンスを与えるのが社会正義なのか、命をもって罪を償わせるのが社会正義なのか、どちらが正しいのか、きっとこの答えに正解はなく、絶対的な正義は誰にも定義できないと思います、と述べています。そのコメントに心を打たれる人が多くいました。弁護団への懲戒請求。 F の刑事裁判の継続中、橋本徹さんが当時テレビで F の弁護団に対して非難をしました。その内容は、死刑を免れるためとはいえ、21人の資格を持った者が蘇らせるだの、生やすために紐を首に結んだだの、主張するのはおかしい、弁護士として許していいのか、というものでした。そして世間の人が弁護団に対して許せないと思うのなら、懲戒請求をかけたらいいと発言します。そのことから多くの人が7000通を超える懲戒請求を出し、弁護団のうち4人は橋本さんに業務妨害、名誉毀損のため訴える事態になりました。裁判では最初は橋本さんの行為を不法行為として損害賠償を求めていましたが、最高裁判所で弁護士としてこの行為は問題であるが、懲戒請求の呼びかけは不法行為ではないとして訴えを棄却しました。この事件は事件の内容だけでなく、愛する家族を亡くした被害者遺族の嘆きや F の弁護団体政界からの発言で、日本中の人々から注目を集めることとなりました。 F が犯行を起こす前に何か止める手立てはなかったのでしょうか。今でも死刑は執行されておらず、 F は刑務所で死刑を待っています。 F に対し死刑を下すべきだったのか、この問いについては絶対的な答えはないと思います。しかしこのような事件が絶対に二度と起こしてはいけない事件であることは確かです。さて、あなたはこの事件についてどう思いましたか。事件の感想や私五条に関する質問などなど、コメントをお待ちしております。ぜひ次回動画もお楽しみに。